2015年3月4日、韓国アジア経済によると、国民幸福度ランキングで韓国が4位に選ばれた。ブルームバーグは、このほど2015年世界苦痛指数をもとに国別幸福度ランキングを発表。最も幸福な国にはタイが選ばれた。理由としては、1% 未満の失業率と安定したインフレーションが挙げられた。苦痛指数は、経済成長率、失業率、インフレーション、銀行金利などの指標から、国民が肌で感じる経済的な生活の質を評価したもの。2位以下には、スイス、日本、韓国、台湾、デンマーク、中国、米国が続いた。日本国民の幸福度が高い理由としては、長期低迷からの脱却、インフレーションの回復、雇用情勢の改善が挙げられた。この結果について、韓国のネットユーザーからは疑問の声が上がっている。幸せの基準は生き残ること。韓国の自殺率は10年間ダントツで世界1位。これをどう説明する？このランキングを作らせるために韓国政府はどれだけの金を費やしたのだろう。4カ国しか調査しなかったようだ。ちゃんと人を対象に調査したのか？まさかネズミや鶏相手に調査したわけではないよね。ブルームバーグの幸せの基準は精神的勝利なのか？韓国という国が他にも存在するのかな？周りに幸せそうな人は一人も見当たらない。